六六首のエンタメラボへようこそ。六六首のサクとキメロジです。注文完了。何を注文したんでしょうか。笑ってこらえてのことを1億人の大質問の方で読んでる人を注文しました。ということで、大病院選挙第5話直前最高殺動画よということで、まあ早くも折り返しですわな。ね、あっという間だね。5話というところで、なんと先週の第4話がですね、番組最高視聴率を獲得したそうで、おめでとうございます。おめでとうございますですね。すごい。いや、やっぱこう冷静に考えてみると、こう、癖になる要素が満載ですから。まあ鬼とかがいてさ、絵力があるじゃん、まず。そうだね。見応えもあるというか。そしてなんかノンストップ、老女サスペンス。そうだね。もう新しいジャンルだし。まあ、そしてなんといっても武蔵のね、そうだろみたいな。そうだね。これが癖になっちゃうんだよ。なんかバズる要素しかないよね、本当に全部やっぱ欲しちゃうんだよね、武蔵の薄柄を欲しちゃうから、やっぱり、それが癖になってどんどん見てる人が増えていくと、だからこれ桜井さんってね、この口癖をね、流行らす能力がすごいんだよ。ああ、その他局になっちゃうけど、あの家族ゲームというドラマ、桜井さん出てましたけども、そこではいいねーってあったんですよ。口癖がね、これも流行ってたから。それで言ったら嵐の桜井さんパートナー、次期早々もね。俺来ますよ。なんでなんで、いいえ、来ないでしょ。ということでね、今回は5話直前再考察動画ということで、予告動画で気になったところを触れていきたいと思います。まあ、フォーカス当てたい部分は、鬼、揉める、こちらのシーンですね。はい、まあ、なぜ揉める事態になってしまったのか、まあ、そこら辺を語っていければなと思いますし、まあ、他にはですね、4話であった紫鬼と相模のシーンですね、ここもコメント結構ついてたので、こちらも考察していきたいと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いします。さあ、まずはですね、4話直後考察動画で一番コメントが多かったところですね、紫鬼が相模を襲ったシーンですね、ここについて結構コメントついてたんですけども、まあ、相模とね、紫鬼のシーンっていうのは、その後武蔵の娘エミリがね、誘拐されてしまった流れになっていて、まあ、ここがやっぱね、謎の部分というか、相模への疑いっていうのがね、はい、ありましたけども、まあ、でもね、4話見るまではさ、相模が鬼側でエミリちゃんの居場所を教えてね、拉致させた流れにしたんじゃないかという疑いあったんだけど、実際放送を見てみたら、ちゃんと殴られてたじゃないですか。血も出てたし、ね、それはちょっとやりすぎというかね、いくら仲間でもそんなことすんのかと、ちょっと疑問なところはあったよね。まあそうだね、まあ、個人的にはね、少し相模の疑いっていうのは薄れたのかなと思っていたんだけど、まあ、コメント見てみるとね、結構相模を疑ってましたよ。あら、まだ鬼側の人間なんじゃないかっていうコメントありました。まずこちらですね、松本流星からいただきました。一番気になるのは、なんで相模がエミリを徒歩で連れて行ったのかということです。エミリは顔を知られているので、車が一番だと思うので違和感があります。相模はやっぱり鬼側の人間で、紫鬼にエミリを見つけてもらうためにわざと徒歩で移動したのかなと思います。なるほど。相模の移動手段に突っ込みを入れてますよ。なるほど。まあ、なんだろう、割と集合場所、合流地点が、近かったら徒歩っていうのもわかるけども、まあ確かに車の方が安全だとは思うよね。まあそうだね。だから武蔵とかもさ、迎えに行ってとか言ったもののさ、まさか徒歩で行ったとは思ってないかもしれない。まあまあね、まあただここで引っかかる点は、泉がね、相模にエミリちゃんちょっと迎えに行ってくれると言ってたので、相模は自発的に行けてないんですよ、ここって。あ、そうだね、指示されてるってことだね。そうだから相模が自主的に行ってたとしたらね、俺行きますよとか言ってたら怪しかったけども、まあ、そこはちょっと引っかかる点ではあるよね。まあそうだね、続いても相模についてですね、 SP チャンネルさんからいただきました。紫鬼に殴られた相模刑事、怪しいですね。目線をチラッとして、よし紫鬼来たなみたいな感じだった。普通に気づいてたら格闘するはずなのでといただいてまして、まあこれに似たようなコメントはいただいておりましたね、意外にもですね、みんなここ引っかかってるようですよ。ああ、なるほどね。確かにこうなんかまあね、後ろに意識をね向けてた、ただ僕の解釈としては、エミリちゃんを保護して帰ろうとしたじゃないですか、ただ誰かが後ろからついてきてるなっていうのを感づいた、で目線をやった、で振り返ったら紫鬼に襲われたっていうシーンなだけな気がするけどね。まあね、確かに言われてみれば、なんかその存在を確認してた割に対応できなかったのかっていう疑問もあるし、そうだね、なんかそんなに紫鬼もスピード感あったように見えなかったから、まあ確かに、まあ確かに引っかかるところであんのか、意外とね。だから相模が用心深かったら、振り向きざまにこうパンチとかやればよかったのに。いや、そうだよね。
振り向いてふわってやってわあああみたいな、そうなんだよね、感じだったから、ちょっと何してんねんっていうところは、まあそうだね、あるかもね、うん、うん、まあここに関しては他の動画でも軽く言ったんですけど、もしこの紫鬼と相模が仲間だったとしたら、うん、まあ相手はねエミリちゃんだけだから、まあ、子供じゃないですか、うん、もっとねスムーズに引き渡すこともできたのかなと思うんですよ、うん、ちょっとパパに連絡するから待っててねっつって目線をそらして、うん、その間に紫鬼がササササって持っていければ別に済むことで、あそうだね、うん、なんかそんなガーンとかやらずに、うん、他の方法でも引き渡しはできる気がする、まあそうだね、派手な方法というか自分が一番痛い方法をもし仲間だったとしたら選んでるなと思うよ、まあそうだね、まあ、でも一個だけ可能性があるとすれば、うん、相模が内通者だとしても紫鬼と面識がなかった、はいはいはい、紫鬼ってさあのね、病院占拠してるやつらとは一緒にいないじゃん、あ、例えばまあ割と新入りじゃないけど、はいはい、なんかそういった外で動いてる人だから相模のことを知らなくてな、ね、そこの意思疎通ができてなかったっていうのだったらまだ一応まかり通りはするんだけど、まあ、情報もらえなかった新入りってことそう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 言ってたで、あ、相模さんすいませんみたいなことが後からあれかもしてるしないけどね、それも全然ありそうかもしれない、まあね、うん、面白い、はい、で次はですね、そんな紫鬼に関してですね、愛さんからコメントいただきました。紫鬼の武器は警棒だったので警察関係者である可能性は高いと思いますと、はい、確かに警棒でしたね、うん、シャキーンとこう出してましたから、うんうん、じゃあまあ愛さんがね、言った通りに警察内部に紫鬼がいるとして考察を広げていきたいんですけども、まあ紫鬼の登場写真ね、すで、うん、にね登場してる警察側の人間は、まあ、司令室にいたじゃないですか、うんうん、まあ、それこそ泉とか、まあ、丹波とかだよね、うん、まあ、そこのなんだろう、今までいる人の中で実は紫鬼でしたよっていうのはないと思うんだよね、島もない、島、うん、いや、いたじゃんあそこ、いや、いたけど司令室、シルエットは紫っぽいけどね、あ、口元の、あ、まあないか、でもまあでもいたよね、いたもんね、絶対いたからね、席に外してないと思うんですよ、うんうん、じゃないわな、だからこの、だから司令室にいた人間で、うん、実はこうでした紫鬼でしたっていうのはないと思うんですよ、うんうん、絶対いた、アリバイがあるから、うん、ただ一人だけですね、この既存で紫鬼になれる警官っていうのはいるんですよ、あら、うん、それがですね、うん、エミリちゃんの見守り役の女刑事ですね、うん、女、はい、彼女なら警棒持ってるし、うん、警官だから警棒持ってるんですよ、いや、ヒゲいやいや、ヒゲヒゲ、そしてこう、相模とヒゲヒゲ相模とこう引き渡しって、うん、時もう別れてったでしょ、うん、相模とエミリちゃんだけになったでしょ、うん、だから着替えて警棒持って、いやーですよ、うん、だからヒゲがあったよ、だから紫鬼にはだから女性初、神奈川県警初のアゴヒゲ女刑事ですよ、うん、いやいや、生えてなかった気がするけどな、生えてないと思いますよ、さすがにまあこれ既存の人物で考えたらとしたらですよ、あ、まあ一番まあいけそうなのはあの人か、それ以外の、ね、警察の関係者はいないんですよ、うん、みんな司令室にいたし、僕らがいつも見てる人間はね、まあもちろんね、うん、じゃあ誰かというとやっぱ女刑事、うん、いや男なんだよなどう見てもな、ですよね、うん、ですよ、あ、よかったっていうことはもう新キャラなんですよ、うん、まあそうだよね、もう絶対に新キャラ、新キャラだ、うん、まあだから元警察官でしたよとかね、あ、まあ、そういった人間じゃないですか、まあそうだろうね、うん、既存のキャラで実は紫鬼だっていうのはないと思います、ないですね、うん、で次はですね、次回予告であった鬼が揉める件についてですね、まあ何やら予告映像ではですね、佐渡先生の緊急手術中に鬼らが銃を向き合ってる描写がありましたけども、まあなんでこうなってしまったのか触れていきたいと思います、コメントいただいております、桃水彩さんからいただきました。次回予告を見たら桃鬼が青鬼に銃口を向けていたので、やっぱりエミリちゃん監禁も含め事件に関係ない武蔵刑事の家族を巻き込み始めた青鬼のやり方に桃鬼はついていけてないのではないでしょうか。手術室で潜入した看護師が青鬼に撃たれてて、大大鬼茶鬼 VS 灰鬼桃鬼の構図でした、まあ、確かにですね、構図を見てみたら桃鬼が青鬼に銃口を向けてましたね、うん、はい、まあ、プラスに予告映像でもですね、桃鬼があいつ完全におかしくなってるとつぶやいておりましたけども、うん、まあ、おそらく青鬼に向けての発言だと思いますよね。そうだね、うん、まあ、確かにこの予告映像をよく見れば、うん、青鬼が潜入した、まあ、看護師さんを撃ってる、うんうん、で、まあ、それに反応して反発的にこう桃鬼は銃を向けたのかな、うんうん、
なんか罪のない人が狙われ始めてるっていうか、うん、被害が出始めてるっていうことなのか。そうだね、うん、それこそちょっとした青鬼の暴走が始まってるのではないかと、うんうん、でコメントでもですね、チョコバナナさんが言ってるのが、まあ、個人的に灰鬼と桃鬼は今まで正義のために動くつもりでいたのに、青鬼が全く関係ないエミリちゃんにまで手を出すという目的から外れたようなやり方が嫌いになったのではないかと思いますと。確かにこの病院占拠って犯罪行為ではあるけども、うん、何かしら各々正義を掲げてやってるのかもしれないしね、うん、そうだね、割と必要悪みたいな感じであったからね、まあ、あくまでやるのはこう埋もれた罪っていうのを暴いて、まあ、裁く、うん、それまで、うん、でそれ以外だとその例えば人を殺すとか、うん、そういった行為をしないっていうルールがチーム全体であったとしたら、うん、ちょっと青鬼の行き過ぎた行動っていうのを見て桃鬼が切れた、うん、っていう感じなのかな。そうだね、うん、リーダーなのに一番にそういったルール崩しちゃうんだっていうね。いや確かにね、なんか結構冷静に見えてたけど、いやそうなんだよね、わり、うん、かしこのなんか青鬼をみんな立ててるのかなと思ったけど、うん、その桃鬼はもう普通に切れてて、ね、あいつおかしくなってるわって言ってたから、はい、割と信頼関係というか関係性も多分薄いんだろうね、まあ人によると思うんだけど、あのそんな威厳がないっていうことなのかな、意外とね。まあそうだね、うんうん、まあこれだから割とこう常識的な部分を持ち合わせてるのは桃鬼っての分かってる。いやそうだね、うんうん、人は殺さないし、ちょっと関係ない人が傷つかないでよってことですから、うん、めっちゃいい子じゃん。めっちゃいい子ではないね、うん、犯罪を犯した、まあまあそうだ、だからそれでこそもう、なんだろう、あの一件があったから桃鬼は青鬼を拒絶しそうではあるよね。うん、なんかそうだね、それこそこの桃鬼が反発を起こして青鬼の敵側になってしまったら、うん、青鬼自体もちょっと計画崩れるじゃないですか。そうだね、集中するところが警察だけじゃなくて、うん、仲間の鬼にも向けないっていう、うんうん、仕事が増えるから、これ下手したら青鬼、桃鬼を殺害する可能性も出てきたんじゃないかと。やめて、本当に、まあ、邪魔だよと。マジ、うん、まあ、でもありえるね、全然だって人殺しちゃう感じになっちゃってるでしょ青鬼。ちょっとなんか暴走してる風なんだろうね、うん、仲間から見ても、ね、エミリちゃんのことをしかり、あ、まあ普通の看護師さん、潜入してきた看護師さんを撃ってるから、うん、いや全然撃っちゃうかもね、桃ちゃんのこともね。そうだから、それこそ桃鬼をね撃ってしまって、うん、鬼の中でもチームバラバラになっちゃって、うん、要は例えば青鬼、赤鬼チームと他の鬼チームみたいな、うん、ついていけないみたいな。だからその対立構造が警察、鬼、鬼みたいな、うん、三角関係みたいな、うん、それも面白いのかなと思うけどね、まあ、何やってんねんだけどね、はい、いや計画あるのに何やってんねんって感じはするけどな。まあ確かにね、本当に、うん、でもなんかそのさ、鬼がさ撃たれたってなったらさ、それをこの医師たちは助けるのかみたいな、なんかそういうなんかねストーリーもありそうじゃない。なるほど、ね、命は命はみたいな、そういうねことは医療系の、医療系ドラマでよくあるね、それは出てきそうだね、うん、確かにそれもありそうだね、展開として、うん、ね、ね、一個新しい後半の要素として、うん、鬼たちの反乱があって、うん、鬼同士のバチバチ、うん、病院内での銃撃戦みたいな、ああ見たいね。でもね、それも面白いかもね、面白いね、うん、さあというところでね、5話ない、鬼は全員判明するし、うん、揉めるし、ね、エミリちゃんはカチンコチンになりそうだしと、うん、盛りだくさんですよ、ね、もう早くも鬼の計画うまくいかなさそうだけど大丈夫ですか、なんかあの揉め事がどこまで大事になるかだよね。あ、まあそれ次第だね、うん、なんか桃鬼のなんかその青鬼のね、うん、一言でね、みんなピシッてなるのか、いやそこよね、それともやっぱないわこいつで、うん、どんどんバランスが崩れて、うん、青鬼が孤立してしまうみたいな、ね、うん、うん、ここもちょっと新しい展開注目ですな、うん、はい、ということで、我々もちろん第5話もリアルタイム生考察やりますので、たくさんのお越しお待ちしております。で僕たちは他の動画も取り上げておりまして、秋クール熱いドラマ我々と一緒に楽しんでみたいかがでしょうか、ぜひチェックしてください。ということで以上66でした。よし、どうもありがとうございました。この動画が少しでもいいと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで最後にケムロジェ、はい、立てこもってる鬼たちがお腹すきました。ウーバーイーツで何かを注文、うん、どんなメニュー、ハンバーガーセットなんですけども、サイドメニューがオニオンフライ。あら臭いなんでね、臭いなー、いいだろ、臭く